オールオンリーオンスタイルライドすいません、僕のロン毛がもう、いいの？はい、少々お待ちください。これで、皆さん見れてますか？聞こえますか、皆さん見れてますか？え、びっちょいますか？あ、皆さん、コメントもたくさん来ています。この間、動画なのに静止画のふりしてましたね。写真ですかっていう。はい、皆さんこんばんは。声聞こえてますか？はい、あ、見えてます。聞こえます。はい、ありがとうございます。音の大きさとかどうでしょうか、皆さん大丈夫ですか？ちょっとラグがあるんで、コメントはちょっと聞きますね。はい、聞こえてます。おー、いいですね、皆さん。はい、聞こえてますということで、はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。どうも、救急しのすけです。いい声ですね。今日はもう大二日目ボイスでございます。あ、二日ボイスで。二日ボイスでございます。声に、いい声がさらに良くなった。キャップアップです。あの、そうだよ、いいですか。はい、じゃあ本日よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、本日なんですけれども、ついに、日本武道館公演の、DVD& ブルーレイが発売されたということで、記念して配信をしております。これだね。はい、そうです。はい、こちら受注を受け付け中ということですね。はい、そうです。ありがとうございます。楽しみですね、これは。昨日も見てたよ。昨日も、はい、夜中帰って、はい、ドキュメンタリーを見たりして、はい、チェックも兼ねてやりましたね。ありがとうございます。はい、改めて見て、どうですか？いや、すごくいい DVD になってると思います。まあ、20周年ってこともあって、はい、まあ、デビュー22年2年ですね、にもなりますかね。はい、ということで、まあ、その集大成ふさわしい DVD になってるかなと。まあ、この DVD を持ってないと、はい、今後もうお話にならないかなと僕も思います。あの、迷ってる人は、はい、絶対に手にしてた方がいいかなとは思いますけど。両作品やっぱり全く違う、内容に、映像ももちろんそうです。楽曲はあの、まあ、かぶってはいるんですけど、本当に絶対、僕本当に自信を持っています。絶対2つ見てほしいです。そうだね、もう本当に見てほしいんです。両日のこの違いを見てもらいたいよね。そうです。両方は本当にいい感じのテンションなので、はい、ちょっとまあ見てほしいよね。そうですね。はいはい、ということで、本日なんですけれども、音割れしてます。なんて音割れしてますか？どこだった？音漏れ、音割れしてます。あ、もしかしたら僕の声が大きすぎる、でかすぎるやろ。ですね。ほんだらすんだらか、ほんだら。下げときましょう。いやいや、どうならんだよ。テストの時もこのテンションで言ったんですけど。はい、どうですか？音割れしてますか？音割れしてますか、皆さん。もう、音割れしたら、もう中止しますんでね。すぐやめましょう。してないです。はい。してない。してないですね。してないですけどね。してなかったんです。平和さんの声が大きいよって静かに喋りますね。はい、よしよし、皆さん行きましょうか。早く行きましょう。わかりました。はい、ね、はい、本日、一つ企画ございまして、はい、先日ですね、 SNS、Twitter の方で、日本武道館公演で、皆さん、あの、見たい映像ありますかっていうことのところで、ダイジェストを作らせていただきました。ありがとうございます。はい、これまだ僕も見てないんでね、ちょっと楽しみなのよ。はい、で、アンケートを取らせていただいたんです。皆さんが見たい映像、はい、で、それをちょっとずつ、まあ、見ていただきたいと思うんですが、いよ、はい、アンケートの中から、上位5曲を、本日見ていただきます。ありがとうございます。はい、ということで、まず、はい、早速いきたいんですけど、はい、皆さんが選んでくれた曲が出てくるわけね。そうです。映像がね、ちょっと楽しみだな。
はい、行きましょうね。はい、では、まずは、はい、第5位がなんと 同率、まあ5位と4位が同じ票数だったんですが、はい、4位とさせてください。はい、清木場さんの方から曲紹介をお願いしたいと。これはつけたらいいですか、私は。はい、ぜひつけてください。はい、それではじゃあ行ってみましょう。皆さんが、アンケートを答えてくれたこの曲ですね。はい、4位は忘れないでになってます。どうぞ。はい、音いいね。最高です。このじわじわ上がっ、じわじわ上がってくるイントロがもう忘れないで、やっぱかっこいい。これ何度歌ってもいいね。ああ、歌い飽きたりはする。ないですね。あー、ライブしたいな。思い出しますか、やっぱり。うん、音いいな。素晴らしいね。いや、本当にミックスすごい。これ、今日やったやつ、新しいミックス、まだまだまだ良くなると思う。まだまだ良くなる。マスタリングはこの後。そうです。最高だね。この時点でこの音か。クオリティが高すぎます。イエーイ。はい、ありがとうございます。はい、4位、第4位です。もうこの曲もリリースしてもう何年経つ、12、3年経つ、もっと経つかな。そうですね。ファーストアルバム、違います、セカンドアルバムです。セカンドアルバムか。もう10だから15年ぐらいになるじゃない。そうですね。こうしてまたね、まあ15年以上経っても、はい、皆さんに愛される曲ということで。そうですね、本当に感謝してます。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてファンの皆さんからもコメントが来ております。はい、お願いします。ファンの方からは、音が止まって清木場さんの声だけ耳に入ってくるところで泣きました。大サビ前、大サビ前ですね。アカペラのとこ、アカペラのとこですね。あれもね、本当に毎回来るっちゃ分かってるけど、はい、歌いながらもやっぱ気持ちいいもんね。もう勢い余ってマイク使わないで、そうだね、とかも あるしね。はい、なんかこうあのアカペラっていうかボーカルだけが、はい、あの武道館に響き渡るっていうのもすごく思い出深いよね。そうです、ね。うん、結構ライブハウスとかでもアカペラで歌ったりするんだけど、はい、あの静寂の武道館の中に、はい、ボーカルだけっていうのもね、はい、すごくいいよね。そうです、ね。はい、最高の思い出です。ありがとうございます。はい、または、ファンの方が自分にとって大切な方の中で武道館で久しぶりに聴けて涙が出ましたということでした。嬉しいですね。まあ本当にこのツアーはね、今までのツアーももちろん良かったけど、はい、このツアーがコロナ禍で、はい、ずっとツアーができなかった中で、はい、こうしてまた、まあ数は少なかったけれど、はい、ね、できたことが嬉しいし、またこうしたこの記録に残るっていうね。そうですね。ね、こういうまだバンとして残るっていうのが当たり前じゃないですからね。本当に感謝しております。ありがとうございます。はい、ということで、うん、第4位、忘れないで、忘れないでですね。ありがとうございます。ありがとうございます。
では続きまして同率第4位を発表していただきたいと思います。意外だったんだよな来たって感じなんだろうねやっぱ。いやあれは僕も、うお来たってなりましたね。はい、ちょっと見てみますか。はい、そうですね。じゃあそれでは4位は、はい、懐かしいね、ロッキンザドア、どうぞ。暑かったもんこの日がこれステージは本当暑いですよ、ね、暑いよ、目の前ですもん、燃えるかと思ったこのサビあたりでまた出てくると思うんだけど、はい、その時もう入りまくっちゃって、はい、危うくここに来るとこだったよ危ねえって避けてる感じが多分残ってるからパッと我に返ったんだよこれ本当に難しいのよこの曲。サビでさ、はい、一発で当てなきゃいけないんだ音を。そうですね、これはむずいのよあ、ここだイエーイってなりすぎて、燃えそうだったねイエーイ、かっこいいね。やっぱ炎いいね。かっこいいですよ、うん、この炎はリハでも、はい、熱くなったよね。来たって感じでね。だいぶあの演出、あ、ドキュメンタリーにもちょっと映像入ってるんですけど、うん、はいはいはい、だいぶこだわった箇所だったじゃないですか。そう、演出あの音に合わせたりね、はい、ちゃんと音の頭に合わなきゃいけないから炎がね。そうですね、これも何度も何度も修正してね、はい、やりましたけど、はい、まあこだわりは詰まってたねこのツアーはね。でやっぱもう小さいホールとかだとなかなかこう演出効果とかできないじゃない、はい、まあ、特攻打ったり、はい、炎を上げたりっていうのは。そうですね、消防法とか厳しくて、はい、まあ広い会場ならではのね、はい、演出だったということで、まあまたこういうのもやりたいね。そうですね、ホールツアーはもうどんどん特攻も、そうだね、 OK になってきたしね。そうですね、うん、だからコロナ禍はライブはしていいけど、あのなんだっけあれ、銀テープ、銀テープとかも結構ダメだったんだよね。そうですね、当初ね。でどんどんこう規制というか緩くなっていって、まあ、今回はできたんだよね。はい、と本当はこうステージ上だけに銀テープあげようかみたいな、あ、ありました。お客さんの方に行かないよね、はい、それだったら面白くないよねっていうことでねまあなんとか今回は火もできたし、はい、銀テープもできたということね。演出が多くてすごいだね、本当に楽しいライブになりました、うん、ありがとうございます。最高です。まさかロッキンザドアということで、まあ、この曲も僕にとっては、これは3枚目か4枚目の、はい、フライングジェットだっけ、ロッキンザドアって、ロッキンザドアのアルバムか。あ、そうですか、モヒカンの時ですね。そうです、懐かしいですねいろいろあの頃なんかメイクしたりとか。そうだね、ちょっとデビッド・ボーイに憧れてみたり、はい、はい、ありましたね。まあまさかまさかこの曲が、そうね、入ってくるとは。でもまあ自分の曲だから何がいいこれがいいっていうのもあんまりそのコーツつけがたいんだけど、はい、この曲は、まあ、レコード会社移ったり、はい、新しい自分を立ち上げたりということの思い入れがすごく強いよね。あの頃だったなっていう、はい、まあすごいプレッシャーの中負けずに行きたいなというところで勝負をかけてた頃だよね。
そうですね、はい、ロッキンザドア、皆さんありがとうございます。ありがとうございました。はい、それでは、はい、第3位、第3位いっちゃいますか。いっちゃいましょう。これは結構こだわった曲だね。はい、まさかここでこの曲かっていうところだね。じゃあ3位聴いてください。人間じゃろうか、どうぞ。本来は結構ライブの終盤にやってた曲だからね、まさかこれが1曲目に来るとは誰も思わなかったな。誰も思わないと思う。この曲1曲目に来たから結構リラックスできたところもあるよね。大体一発目はさ、激しい曲から始まりがちなんだけど、熱く、はい、この曲を1曲目にしたことで結構会場のみんなもリラックスしてライブに集中できたんじゃないかなと。結構大号泣する人もいたけどね、一発目これで。この曲はやっぱその思い出も深い分、ファンの方がもすごい大事にしてくれてたっていうことだと思うんですよ。そう見ると初期の歌が多いね。そうですね、うん、まあ長く歌ってるっていうところもあるんだろうね。はい、本当に曲が曲を育てて、皆さんでこう大きくする結果がやっぱり今回のランキングですよね。素晴らしいですね。はい、ジャローが3位は人間ジャローが、はい、ファンの方からコメントもいただいております。はい、3年間ライブ会場に行けなくてやっと行くことができたツアー、この曲が1曲目だった時、少しずつ遠く感じていた気持ちを吹き飛ばしてくれて、待っててくれたように感じました。おー、嬉しいですね。はい、あとはそのコロナ禍の日々を思い出しながら、やっとここまで来たんだという思いで込み上げるものがありました。そうだね、やっぱりこの、まあ、全世界がそのコロナっていうね、見えないものにぶつかって、はい、まあ、いろいろ行動制限を余儀なくされるわけですけども、はい、まあ、僕たちもライブができなかったり、まあ、その分配信ライブをしてみたりね、いろんなことをしてみたんだけど、やっぱりお客さんを目の前にしてライブをできるっていうのが一番幸せだしね。そうですね、なんかもうこのままずっとライブできなくなるんじゃないかっていう不安もありましたけど、はい、まあ、そういう思いを込めて多分1曲目にこの曲でまた一つになろうよというところだったのかなというふうにも思ってますけどね。はい、よく1曲目にこれを持ってきたよね。そうですね、はい、素晴らしいと思います。ありがとうございます。はい、第3位は人間じゃろうか、はい、でした。ということで、第2位を発表していただきたいと思います。それでは第2位は来月ということで、ちょっとお待ちください。引っ張りますね。引っ張りますね。え、来月じゃないの？もうちょっと私ケツが入ったんだけど。あ、もうケツかっちんだけど。おっとっとおっとっと、お待ちください。はいはい、今日発表したいと思います。はい、ぜひ。じゃあ行きますか。第2位ですか。は
はい、第2位です。これ意外だったんだよね。2位なんだっていう。僕も思いました。はい、1位じゃないんだねって。じゃあ、第2位、今です。どうぞ。第2位は今ということでね、はい、この曲が今まで一番歌ってきたんじゃないかな。そうですね、まあ、全てのライブのアンコールとか、はい、まあ、本編の最後とかでこの曲をやってきましたけど、まあ、代表曲と言っても過言じゃないですね、この曲はね。そうですね、うん、まあ、EXILE 時代からあった曲ではありますけど、はい、まあ、ソロになってからもずっと大事に大事にファンと一緒に育ててきたね、はい、曲でもあります。第2位ということで皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ファンの方からもコメントが届いております。うん、武道館で聴いたとき、キヨケバさんの気持ちが入った迫力ある歌声に身動きできなくなりました。ああ、ありがとうございます。あの感動と興奮は今でも色鮮やかに記憶しています。うん、ありがとうございます。そして、歌い終わった後のキヨケバさんの涙が忘れられません。これ初日泣いたの？2日目です。2日目か、はい、初日はそうでもなかったのかな。ちなみに、うん、今見ていただいた映像、2日目の映像です。あ、これは2日目なんだね。はい、うん、じゃあこのアンコールじゃない、このエンディングでは涙をするってことですね。そうです。なんか涙を流すってあんまりないじゃない。ないです。ライブでもう、まあ、若い頃はね、感情をむき出しにして、はい、そのままね、泣いてしまうことはよくあったのかもしれないけど、はい、30代の時に確か決めたのよ。もう40代までは、40になるまでは絶対泣かないと、はい、泣いてる暇はないんだっていうところでね、我慢はしてないんだけど、泣くよりも前を向いてずっと勝負してきたので、まあ、泣くことはもうないだろうなと思ってたけど、やっぱりこの武道館っていうのは特別なところだね。そうですね。この今まで歩いてきたこの道のりをね、はい、ずっと思い出して、はい、まあ、涙が出たんだろうなと思いますけどね。やっぱり、1日目の今、うん、もちろん最高なんですけど、うんうん、2日目の今は本当に表情、歌の表情、顔の表情が全くガラッと変わっていて、はい、やっぱり僕も見ながらチェックしながらすごい胸にくるものがあったんで、はいはい、そこも本当に見比べてもらえたら、清山さんの気持ちにもうちょっと近づけるんじゃないかな。そうだね、さんの思いっていうか。でもこれは本編だっけ。オーラスとか。これはオーラスです。アンコール、アツシとの終わった後にこの今をやったんだよね。そうです。本当に最後の最後だったんだな。
まあ、懐かしいですね。僕もまあずっと今からもね歌っていくでしょうし、はい、まあ、大事にしていきたいと思います。ありがとうございます、はい、第2位、今今ってことでね、1位と思ってたんだけどね。僕も思ってました。うん、じゃあ1位、はい、まあここは並んでくるだろうなというのはあったけどね、はい、まあ僕も大好きな曲ですね、この曲は、はい、じゃあ第1位発表しましょう。お願いします。来月に言っちゃってください、またここまで来て来月はさすがに皆さんコメントでもちょっと戸惑っちゃうんじゃないでしょうか、はい、じゃあ第1位聞いてください、はい、変わらないこと。第1位、はい、変わらないことってね、これはもう僕は確かこれ初めて歌ったのがサマーズソウル、はい、ファンクラブイベントの時、はい、そうですね、山梨のステラシアターで初お披露目をしたんですけど、はい、なんかあこの曲は多分きっとこの先ずっと歌っていくなっていうのを初めての時で確信したよね。あそう、でも忘れないでとか、ロッキンザドアとか人間じゃろうがっていうのは、はい、その残していく過程、自分が生きていく中で感じたことを出していくんだけど、はい、この変わらないことは作った瞬間からもう間違いなく、はい、いい曲になるなっていう、育っていくなっていう感覚はあったよね。あそうで、なかなか本当にこれキーが高すぎるから、高いですね。なかなかライブで歌うって、まあ、20曲やった最後に歌うっていうのはもう声もね、そうですね、あのなんていうの、弱くなっていく中で、はい、この出るか出ないかギリギリっていうところで叫ぶように歌うっていう、まあ、これがまたいいんだろうけどね。そうですね、もう声が元気な時に歌うとやっぱ綺麗に、そうだね、なりがち、まあ楽に歌えちゃうっていうところもあるけど、はい、もう散々叫んだ後にこの曲で最後もう喉を終わってもいいぐらい歌うっていうのは、そうですね、なかなか覚悟がいる曲でもあるんだけど、
まあこの時はこの武道館のこのツアーっていうのは本当に全部曲全曲ハードじゃん。ハードでした。そうで今の前に変わらないことを持ってくるっていうちょっとやりきれるかなっていうところはあったね。でこの後にさらに、アツシとのコラボがアンコールで入ってくるでしょ。はい。だから自分の声が持つレベルっていうかさ、はい、1回のツアーで、はい、1回のライブで使い切るのを計算しながら、まあ、やらなきゃいけないっていうのもあってね、まあすごい難しい曲ではあるんだけどこのレンジがね広い、はい、一番下のところからトップまでがすごく高いのでね、はい、まあ難しいところはあったけどね。でもこの位置だったからこそあの声、そうだね、ギリギリのところ、やっぱりなんか僕は上手い、ただ上手いアーティストってたくさんいると思うし、はい、もう自分より上手い人はたくさん世の中にはいらっしゃると思うんだけど、はい、僕は楽に歌うっていうよりはこのギリギリのラインで見える感情っていうのが、まあ、歌の良さだとは思ってるので、はい、まあ、そういう曲も僕の中に多いから、なんか自分の中ではハマってる曲だなとは思いますけどね。なるほど、うん、まあ思い入れのある一曲には変わりがないですね。ありがとうございます、はい、ファンの方から、はい、コメントも寄せられています。はい、あの空間でまさに1対1に感じられた、歌でした。ありがとうございます。はい、あとは今回の武道館で変わらないことが印象的でした。隣にいた母も最高だねと言いながら涙していました。ありがとうございます。力強くてでも優しい、そんな清木場さんの歌に周りが見えなくなるほど引き込まれました、ということでございました。皆さんコメントありがとうございました。たくさんコメントありがとうございます。はい、まあ歌を歌ってきて23年目になりますけど、はい、まあ他にと飛び抜けた特技というかね、自分が興味を持って続いてるものの中では歌が一番長いしね、はい、まあ、結構飽き性なところもありますんで、なかなか続くことは難しいんだけど、続けていくっていうのは、はい、でも本当に歌だけはね、こうして23年も、プロとしてね、歌わせていただいてるということで、はい、まあ、本当にそれはファンの方がね支えてくれないと、まあ、ファンの方がいないと、聴く人がいないと歌ってても意味がないというところで、こんなにもね長い期間23年も、歌わさせていただいてね、本当に皆さん感謝しております。まあ、これからも23年とは言わず、まあ、25年そして30年目指してね歌っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、5曲ダイジェスト見ていただきました。たくさんの応募ありがとうございます。はい、ありがとうございました。8万件ぐらい来たんでしょ。9万8千ちょいちょいですかねぐらい来たんだ。はい、ありがとうございますというところで、はい、今度はですね、ツイッターの方で清木場さんに質問を募集しました。はい、ありがとう。質問募集したので、うん、それをいくつか、答えていただきたいなと思っております。はい、行ってみましょう。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まずちょっとさっきお話出たんですけど、はい、いきます。はい、セットリストについて質問です。はい、今回のツアーの1曲目人間じゃろうが清木場さんも言ってましたが、はい、本当に予想外でやられた感が半端なかったです。うん、ジャローガを1曲目にした思いや理由を教えていただきたいです。そうだね、まあ、さっきも言いましたけど、本来ならば勢いづくためには結構アップな曲をこれまではずっと入れてきたんだけど、はい、まあ、大体1曲目っていうのはインパクトある方がいいから、はい、でも考えてやっぱコロナ禍の3年間でツアーできない中でなんかしゃかりきはしゃいでるっていうのはどうなのかなっていう、1曲目にだからちょっとあったかい曲を持ってきたかったっていうのはもともと狙ってたよね。で、ライブと曲選曲してる中で、はい、曲順をね決めてる中で
ジャローガニにしようかっていうのは結構すぐ決まったよね。そうですね。みんな驚くのってなんだろうなみたいな。まあアップじゃなくてミディアムで厚いロックの方がいいよねっていうところで、まあ、ジャローが、これはもうあまり迷わず決まったよね。そうですね。だからこの曲を決めた時点で、1曲目にジャローが来た時点で、まあいいライブになるのは間違いなかったのかなっていう気はしてますけど、テーマが決まったような、そうそう、感じしましたね。いつもこの照明の山崎さんが言うんだけど、頭の曲とラストの曲が分かれば照明はどうにでもなりますと。はい、だからとにかく1曲目と最後だけは教えてくださいっていう、はい、よく言われるんだけど、だから僕も決めるときは必ず1曲目と最後の曲を決めて、あとはまあいろんな展開を考えながら曲を決めていくんだけど、はい、まあ、今回は、人間ジャローガが1曲目で、最後は必ず今か変わらないこと、この3つに3曲に絞ってたっていうのはありますね。なるほどですね。その中でやっぱりドラマが生まれて、今回のセットリストに立ったということです。そうですね、最高のセットリストに仕上がったと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして質問お願いします。はい。 MC がいつも本当に面白いのですが、お話すことはあらかじめ決めていますか？ほとんど決めてはないよ。決めてはないんだけど、まあツアー中になるとこいろんなとこ移動していくじゃん。はい、まあ前の日は大阪で、次は名古屋でとか、まあ東京でとか広島でとか、まあ九州行ったりとかってあるじゃない。はい、やっぱりこう移動してるとか移動日とかにまあ何かしら起きるじゃない事件は。だからそれが旅なんだけど、だその中でこれ絶対明日 MC で言おうみたいなのはもちろん決め、楽しいことがあればこれ言いたいなとか、まあまあ必ずあるよ生きてたらね。なんかこう事件を誘発してるんじゃないかっていうぐらい起きますもんね。そうそうそう、もう事件は起きた方がねハプニングはいいじゃん、旅には付き物だから。だからそういうのをまあ割とオーバーには言ってるかもしれないけどね、100倍にしぐらいにして喋るから。そうだ、まあ決め、その流れでは決めてる、これは言おうってなるけど、そっからどんどん面白くしていくみたいなのはもともとMC の歌より MC の方がおもろいんじゃないかっていうね伝説もありましたけど、そうです、しゃべり屋の CD 出したりしたじゃん。はい、MC 集だけを入れた CD とかね、はい、出してましたからね。まあ面白いって言われたら嬉しいよね。そうです。だから西、例えば大阪でやる MC と東京でやる MC、同じ MC をやったとしても受ける場所って違うから。あ、そうです、ね、関東は関東のツボみたいなのがあって、はい、で中国地方は割と静かだったり、で九州行くとアットホームな感じ。大阪はすごい激しかったり。大阪は本当ね、今まで、ツッコミですごいのよ。しんちゃんって何って言ったら給料なんぼってさ。いやいや給料なんぼはないやろみたいな。大阪はやっぱおもろいね。うん、だからギリギリライン、あちょっと噛み合わないと、はい、もう喋らないとかなっちゃったりする場合もあるし、あだからそこが噛み合えばいいライブになる。MC 受けなかったらその後2、3曲引きずったりするからね。そうだね。だから大事よ MC って。時々余興ですよ。時々あの今日滑ったなときどうしよう。そう、どう今日滑るなっていう時は歌詞間違えたりするもんね。引っ張られて歌の感想より先に MC を。そうですよ。MC どうだったって聞くもんね、やっぱね。受けてたかなみたいな。で会場によっては笑ってるんだけどこっちに帰ってこない会場もあるじゃない。そうですね。今日えらい受けないなと思ってても会場側ではすげえ爆笑してたりするんだよね、はい、まあ難しいところよ。すれ違いも多々ありつつ、すれ違いの順調だね。あ、ちょっとすれ違いの順調です。ボラン先輩です、はい、ボラン先輩、皆さん聞いてください。はい、ありがとうございます。はい、あと、3つ質問あります。はい、はい、ツアーの前半と後半でセットリストを変えた意味が気になります。変えたっけ。はい、で、何で変えた。ここは、変えないだろうと思っていた本編ラストの変わらないことが最終公演の山口では生きてこそに
変更されていて驚いたのですが。最高じゃないよ。何か心境の変化があったのでしょうか。そう、やっぱりツアーもね、まあ、何本かやっていくとアンコールとか、はい、まあ、本編もそうだけど最後は決め変えたいなみたいなところもあるのよ、はい、で山口は、結構生きてこそもうずっと予備曲で入ってたじゃん、はい、で6曲ぐらいいつも予備で用意して回るんだけど、でちょっとこうあここはこういう方が合うなみたいな、アンコール急に変えたりするじゃない、はい、そういうのもあるから用意はしてるんだけど、今回なぜ変えたかっていうと、生きてこそが、まあ、忘れないでやロッキンザドアや人間じゃろうが今やは変わらないこと、みんなが思い入れがあるように、僕も生きてこそに対する思いっていうのはすごくあるの、はい、割と最近の曲でずっとこれからも残していきたい曲っていうところでは、まあ、やっぱり歌わないと曲は育たないから、はい、まあそう歌っていくことで、まあ、みんなで育てていきたいなっていうのもあるし、まあ、何より本当にいい曲ではあるから、そうですね、うん、聴いてほしいっていうのはありましたね、はい、まあ、変わらないことが良かった人もいるだろうけど、まあ、ここはやっぱり歌ってる本人が流すように歌ってるようじゃね、そうですね、良くないから、はい、その時歌いたいものっていうのはちょっと選ばせていただいたっていう、はい、あとは映像ね、なんだっけ、ユーネクストさんの生中継、生配信っていうのもありましたしね、はい、まあ、ちょっと変化も欲しいなというところで、そうですね、変えさせていただいたところはありますね、まあ、今後も多分変えていく会場も多々あると思う、はい、こっちの台の方がいいとかあるのよ、曲によっては、あ、変わらないことの音が結構反響したりして取りづらいなっていう時は曲を変えてみたり、はい、そういうところもあったりもします、会場なりでも変えたり、ね、そうそうそうです、そういうことです、わかりました、そういうこといただきました、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、あと2つあります、お、武道館公演で、うん、淳さんと歌った4曲以外で、うん、他に、候補が上がっていた曲はありますか、どうだろう、なんかね、こうあんまり淳のドームに出させてもらった時にかなりやったじゃん、はい、十何曲やったんだっけ、2016年ですね、はい、で、あの時は結構1番だけとか、はい、で、迷ったのよ、曲を多くして1番だけにして、やるか1曲まるっとやって曲数を少なめにするか、はい、これも迷ったんだけど、淳のドームではまあ1番だけとかね結構多かったから、まあ、フルでちゃんと歌いたいなというところで、まあ、今回の曲になったんだけど、他の予備曲として何かあったっけな、あ、でもオーバーはあったね、ありました、オーバーやったのか、永遠とインポッシブルとキャリーオンとエグジットか、はい、割とすんなり決まったようなところはあるけどね、そうですね、うん、あと、まあ、僕が知ってる中で言うと羽も、あ、羽も入ってたの、アッシーは羽やろうよっていうのを結構言ってくれて、はい、そう、羽でも羽はソロで結構やってるから、はい、でアッシーともやってんだよね、そうです、で基本はドームでやってない曲を歌いたかったっていうのがあるので、はい、まあ EXIT は前もやったかもしれないけど、キャリーオンもやったか、まあアップ2曲とバラード2曲みたいな、そうですね、ところは決めてたんで、はい、まあオーバーあと羽、はい、あとなんだっけ、一曲アップの曲やろうよって言って、ダイヤモンド、あ、そうです、ダイヤモンドもやろうって言ってたんだけど、アツシがちょっと恥ずかしいなっていうところでなんか歌詞がアツシが書いてるじゃん、ダイヤモンドはちょっと恥ずかしいから他のにしようかみたいなところはあったから、はい、まあ、恥ずかしいっていうのがその悪い意味じゃなくてね、そうですね、うん、なんかそんなことがあったような気がします、あ、作った人のジレンマ、そう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 、やっぱね昔の若い頃の歌詞とか曲っていうのはまあ恥ずかしさはあるよ、うん、僕も EXILE の曲はね何曲か結構書かせてはもらったけど、はい、恥ずかしい曲も恥ずかしいというかくすぐったい曲もあるよね、はい、まあでもその分成長されているっていう、そうですね、はい、まあオーバーの歌詞に関しては、まあ、これは結構言ってきたけど伝説で、これ女性の歌を歌ってるわけですよ、女性の気持ちを、はい、だその当時ね、タイツを履いてですね
言ってました。まだ三茶に住んでる時あの女性もののタイツあるじゃない、はい、すっぱなかにタイツを履いて、すっぱなかだったんですか、書いてたのよ書いてて、うわできたこれ最高の曲だっていうところで、みんなにメンバーにメールで送って歌詞とで自撮りして、タイツを履いてる自分を自撮りしてみんなに送ったら爆笑してましたね。まあそういう遊び心も忘れちゃいけないということでねやりましたけど、今だったらあれ拡散されるんだろうね、まだ持ってるかな誰かもう持ったんで、まだガラケーの時代でしょ、バカバカ時代だから、懐かしいですね。履いたやつでできたって、字が来たって言ってた、本当に覚えてるそう、あの頃はもう本当に書こうと思えたら曲、あの歌詞もバンバン書けてたからね。なんかでもやっぱそれだけ試行錯誤して人の気持ちに寄り添って書いた、そうなんですね。だからこそ思い出も深いんですよね。はい、よくさんありがとうございます、はい。ありがとうございます。そんなお話を聞いた、次最後の質問です。はい。これはもうぐっと僕も気になります。はい、いきます。はい。武道館公演を経て、お、新たに持った夢はありますか。どうかな。でもなんかこ う人間ってさ、何か一つやってるとさ、やっぱりどうしても最後の終わりを考えてしまうじゃない。はい。いつ終盤、終幕を迎えるのかなとかさ、はい、まあ僕で言ったら歌の終わりっていうかさ、はい、引退というところで言うと、いつ自分が納得して、まあ、満足するんだろうなっていう歌に関してね、はい、だからその満足した時にきっともうお腹いっぱいになって歌うことをやめてしまうのかなっていうのもあるんですけど、それが割と最近結構考える時が多くて、まあコロナ禍っていうのもあったから、その歌えないだったらなんて言うんだろう、考えすぎるとさ、まあネガティブになっちゃうしまう時もあるんだけど、まあ今年は、今年はじゃない、あのその引退をすごく考えた時期を乗り越えて、まあこの武道館で、このツアーで、まあまた歌っていこうかなっていうか、それはなんて言うんだろう、本当に決めてるとかじゃなくて、人間って考える時あるじゃない、そうですよ、ね、うん、時に立ち止まってみることもあると思うんだけど、まあそういう時期ではあったから、割とこのツアーができたことでまた歩き出したいなっていうところは、夢というところではないんだけどね、まあもう少しあの歌っていきたいなというのは思いましたね。はい、あの武道館の MC で、うん、またやろう、武道館またやろうっておっしゃったのは、うんうんうん、お客さんの表情もすごく良くて、まあ、この先武道館一回終えてみて、今冷静に考えて武道館公演っていうのは今後はありそうですか。どうだろうね、武道館もやりたいけどね、なんかおっきい箱っていうのはあんまりこだわりがないのよ。はい、なんか武道館じゃなきゃいけないこともないし、かといってライブハウスにこだわってることもないし、まあその時の自分の状況っていうのはあると思うし、武道館やってもね、お客さんが入らないんじゃやったうちには入らないだろうし、なんかまあ武道館がやれる状況というかね、まあ、皆さんが来ていただけるんであれば、またもちろんまたやりたいけどね、まあ、その前に武道館もやりたいけど、やっとこのマスクも外していい時代になってきたじゃない。そうですね。そうなるとまあライブがしたいよね、どこ場所はどこでもいいよ、ライブ、やっぱり早くライブしてあのファンの皆さんに会って、はい、またまあ3年の期間は空いたけどね、ツアーという意味では2年ちょっとか、はい、だけどまたこっからねツアーが始まって、まあ5年後でもいいけど、また武道館に向かってストーリーを作っていくっていうのもいいかなとは思ってますけどね。なるほど、まあ、とにかく今はライブ、ツアーがやりたいということで、まあ そのうち、まあ、発表もされるでしょう。はい、はい、ぜひ楽しみにしておいていただければ、はい、今後もまあ
ゆっくりにはなっていくと思うけどね、まあ昔若い頃みたいに、30本、40本、50本もね、ライブをやるっていうのは難しくなってはいくんだけど、はい、まあ一本一本大事にその分、ライブをね、していけたらいいなと思ってますんで、ぜひ皆さん、またライブの方も遊びに来てください、はい、ということでね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、といったところで、本日の、生配信はこの辺りでいいんですか、もうそうなんです、ありがとうございます、まあでも本当映像もね、見ていただいて、はい、本当にめちゃくちゃいい、まだライブ、曲たちが詰まってますんで、はい、この武道館Day 1と Day 2 Day 1、Day 2とありますんでね、まあ、違いを楽しむのもよし、一枚をしっかり自分が参加したね回を見るのもよしということで、本当に思い入れのある DVD になっておりますんで、はい、1人3枚ほど、はい、ということはもう6枚ですね、そういうことです、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします、はい、はい、といったところで、武道館公演の DVD は、今月3月24日金曜日の、23時59分まで受け付けておりますので、皆様もう再販する予定は本当に今回ないかなと思っておりますので、ない予定です、まあなかなかまた出すっていうのも難しいからね、時間もかかっちゃうし、そうですね、なのでまあ1回で終われれば1回の方がいいよね、そうですね、はい、はい、本当にいい作品なんで、ぜひ、チェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは、本日短いお時間でございました。はい、皆さん遅くまでありがとうございます。はい、ありがとうございました。まあね、WBC も、ね、次は、今もアメリカ行ってるんでしょ？そうです。ね、ぜひ世界一になってもらいたいよね。そうですね。はい、頑張ってください。頑張ってください。翔平、ヘイよ、そっちの翔平さんでしたね、はい、いやいや、大谷翔平です、はい、わかりました、ちなみに今日のアーカイブ、皆さん残ります、はい、はい、ただちょっとだけ、もしかしたら時間空くかもしれません、またアーカイブ見ていただく時間、1時間か2時間ちょっと空くかもしれませんが、必ずアーカイブに残しますので、今から編集するんでしょ、ちょっとちょっとします、はい、じゃあ皆さんアーカイブ編集終わったらアップするらしいので、はい、まあ何回も見て楽しんでください、はい、では休業さん今日はありがとうございました、ありがとうございました、また今年ねツアーやるつもりですので、はい、ツアーやった時は皆さんまた会場で会いましょう、ありがとう、はい、ありがとうございました、ではよろしく、まだ始まってもらいです、えっドゥヒョ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